動くやつはこうだ。まずは酒とそれからタバコを持ってこい。何しろ今まで善良な市民を演じていたからな、酒もタバコもやめてたんだ。だがよ、こうなりゃ逆に自由だぜ。ちょっとさっきこの男気の弱そうなガキ、そう言ったわね。まさか遊戯、遊戯、遊戯でしょ。来ちゃダメ。全員黙ってろ。安全。よくも俺の大切な安全をひどい目に遭わせたな。だが俺を選んだのが運の尽きだ。お望みのものになってきたぜ。貴様、誰がテーブルにつけと言った。はい、あんたの遊び相手になってやろうと思ったね。ゲームの時間だ。今の声、遊戯？違う、似ているけど違うわ。少なくとも自信に満ちたあの声、遊戯のはずがない。おー、ゲームね、少しばかり興味はあるな。昔から賭け事には目がねえんだ。ただし、ただのゲームじゃない。闇のゲーム、命がけのゲームだ。面白そうじゃねえか。ルールを聞きたいね。バカじゃねえかこのガキ。舐めた真似するとどういうことになるか教えてやるぜ。妙に静かだ。一体何が起こってるんだ。ルールはたった一つ。それはこの10本の指の中で決められた1本以外動かしてはならないという制約さ。どの指を選ぶかはお互いの自由。その選んだ指だけで行動する。さあ、どの指を選ぶ。それなら当然この人差し指を選ぶね。銃の引き金を引くための人差し指をな。オーケー、俺はこの指を選ぶ。親指一本で何ができるってんだ。まあこの俺が一瞬であの世に送ってやるぜ。ゲームスタートの合図をしたら何をしようと自由。引き金を引くこともね。さあ行くぜ、ゲームスタート。この一瞬でゲームオーバーだ。あ、そうか、まだ火をつけていなかったな。最後にその親指で俺のタバコに火をつけさせてやる。その後殺してやるぜ。このライター、やるよ。あの世に持って行きな。その酒はロシア製のウォッカ、アルコール度 90% だ。動けない。ライターを落としたら酒に引火。そしたら俺の体は。試しに銃を撃ってみろよ。反動で確実にライターは落ちるぜ。行くぞ、安全。このままじゃ、くそ。そうだ、こうすれば。やはりルールを守ることができなかったようだな。なんだ、あの額の目は。闇のゲームは人間の本性を暴き出す。ルールを破った者には運命の罰ゲーム。お、このガキ、ふざけやがって。闇の扉が開かれた。うわあ、この火を消してくれ。